今日もあなたと訳称天国、本日は2022年9月の第1週のね、お野菜セットのご紹介になります。はい、ということでちょっとね、向きが違う、少ないですね。ちょっとね、端会期に入りました。端会期、年に2回やってくるんですね。端会期というのは、季節でいうと4月とそして今の9月ですね。4月は冬の野菜が夏の野菜、春の野菜に変わるその時期ですね。でこの9月は、夏の野菜が秋冬の野菜へと変わる、それが9月、この9月の端会期ですね。どっちがね、4月の端会期、9月の端会期、どっちが厳しいかっていうと、どうですかね、4月の方が厳しいかもしれないですね。家庭菜園とかね、野菜作ってる人だったら分かると思うんですけど、どうです、4月の1日皆さん家庭菜園やってて、畑に何か野菜ありますって言って、なかなかないでしょ。はい、だから4月に作るためにはね、ハウスを持ってるとか、あるいは我が農園でしたら路地でトンネルをかけてね、あったかく保温しながら作らざるを得ないんですよね。なので4月にね、10品目以上の野菜があるっていうのは結構難しいことでして、まあ我々の場合はね、1月から12月までね、途切れなくこうやって出荷し続けるということをやってるので、この端会期ね、春4月もそうですけど、この9月もね、割と気を使うですね。今年はね、ちょっと我が農園夏野菜本当に調子悪くてね、でこの9月もね、ちょっとだから、そこそこちょっとね、苦しんでおりますね。この白菜が3発目まで全滅したりね。はい、ということで9月の第1週ね、葉物、まず葉物からいきますね。空心菜、エンサイですね。ちょっとね、秋のね、葉物がね、厳しくてね。それと、はい、初出荷ですね。葉付き人参、先ほど収穫出荷作業しましたけどね、こんだけ入っておりますのでね、まあもうこれがもう目玉というかね、はい、だから葉っぱを食べてもらうようにね、葉っぱたくさんついてます。葉付き人参に、下もね、こんだけ太ってますからね、これも刻んでもらってね、食べられますんでね。葉付き人参、こんだけ入ればね、もう結構十分だと思います。はい、で空心菜ですね。で、モロヘイヤね、モロヘイヤもね、だんだんちょっとね、取れなくなって硬くなってくるんですよね、秋口になるとね。だもうちょっとかな、9月持って9月末までぐらいかなという感じですね。で、レタサイですね。レタサイの一発目ですね。なんとかこうやってね、2株入れればね、こうやってかなり重量もありますしね、葉物としては十分だと思います。ただもうちょっとね、本来だったら大きくしてね、こうやってここから出るぐらいね、これボードンパックの13号ですけども、もっとでかくしてから本来は出荷したいんですけど、もうね、また虫に食べられる前に出しておきたいね。まだこれ綺麗じゃないですかね、レタサイと。で葉物はね、この4種類になります。はい、で、雪化粧かぼちゃ、そしてオクラ。オクラはね、いいですね。オクラは今適期でございますね。ようやくね、こう安定してきて、もう少ししたらね、ささげが出てくると思うんですけども、三尺ささげね、それまではちょっと頑張ってね、オクラ、出し続けたいと思います。そしてあとはこの根菜類ですね。はい、じゃがいもが2品種ですね。いつものようにミニじゃがいもと、メイクインですね。はい、ちょっとね、紐が少ないですから、ちょっとじゃがいもね、2品種入れさせてもらってます。でそうめんかぼちゃ、今週で終わりですね。もうちょっとあんまりこう綺麗じゃないですけど、もうそうめんかぼちゃ、そして、はぐらうり、はい、ということで、なんとかかんとかね、これで10品目ですよね。ちょっとね、ちょっと寂しい、私の感覚で言うとちょっと寂しい設定野菜ですね。やっぱり12品目、12は入れたいですけど、ちょっと今日はギリギリですね、10品目ね。はい、まあいろいろ、きゅうりも終わっちゃいましたしね、終わっちゃったというかね、3番手につながってないんですよ、ね、3番手もまだ生育途中ですし、もしかしたら出せない可能性もありますので、という感じでね、ちょっと端会期ですね、端会期の設定野菜になっておりますね。まあ、葉物をね、ちょっとボリューム感出して、なんとかね、こうなんていうんですか、お客様にね、ちょっと損した気分にならないようにね、気を使って出しておりますが、そんな感じでね、はい、
なかなかやっぱりちょっと今年はね苦労しておりますよ、1年目ね。はい、まあなかなかそんなに、ね、簡単には揃わないというかね、はい、9月の9、火曜日ですね。はい、もう夏野菜はもうこの辺ねほとんどないですね、オクラだけですね。だからもう7月から入ってもう10月、この辺からね冬の野菜、大根とか人参が、ページが変わると思います。もう少しでね9月いっぱいぐらいでね、本当夏野菜って言ってもうオクラだけですね。ズッキーニがね今植わってますけど、やっぱりこうこの台風でね結構根っこがこうやって振られてしまったんでね、いやーやっぱりこういう時はハウスがあるといいですよね。はい、でレタスが今日が、あと葉付き人参ですね。葉付き人参が一発目、そしてレタスですね。で塩菜、モロヘイヤですね。でそうめん、雪化粧、ハグラウリで、ミニアンデス、メークイーンと、なんとかね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ギリギリ10品目ですね。ちょっと厳しいですね。まあまあこういう時もあります。はい、ということでなかなかねこのハゼ回帰はね厳しいですね。10月、おそらくね10月入って葉物とかが安定してくるといいですけどね。いやーなんか葉物も本当にできないですしね、ちょっと厳しかったですね。まあおそらくここにね、もうちょっとしたら来週ぐらいから大根ですね、聖護院大根をちょっと下があんまり太ってないと思うんですけど、それを入れていけば秋の野菜っぽくなってきますね。はい、まだねやっぱり一発目これでもう白菜が普通だったら白菜、キャベツより白菜の方がね先に出すんですけど、今こうもう葉物としてこんな感じなのでキャベツがねまだ全然巻いてきてないですから、ちょっと秋口もね10月いっぱいぐらいまでちょっと厳しそうな感じですね、お野菜ね。はい、そんな感じでございまして、それまで何かできてくるかなって感じなんですけどもね、うまいことをなんとかね、黒キャベツとかマスタード類とかねその辺が仕上がってくるといいかなとは思うんですけど、ちょっとね10月いっぱいぐらいまではね厳しい感じが続きそうですね。はい、まあ1回目はね1回目はというか1年目はねまあ大体こんなような感じでね、まあそんなにね、ちょいとやっぱりね苦労を示して、頑張っていかなきゃいけないっていう感じですね。はい、ということで9月の第1週目ね、葉遣い機能野菜のご紹介でございました。はい、それではまた。